はいさい、リューティーの日笠俊です。今日もですね、このサンレレを使って一曲レクチャーしていきたいと思います。今日の課題曲はもう自分も大好きな曲、あの世代なんでね、ハイローズの日曜日よりの使者、この曲をやっていきたいと思います。弾けるようになっちゃおう。はい、ということでまずはチューニングチンダミですね。この曲はですね、原曲が C のキーでやってるので、今日はあの C で合わせていきたいと思います。 C っていうとウージル、ナカジル、ミージル、この順番がですね G、C、G になります。合わせていきますよ。合いました。そして出てくるコード、今日は3つです。たった3つ、簡単ですよ。まずね、いつもですね、あの今までの動画でこの数字 1,2,3,4,5 っていう1のコード2のコードとかやってたんですけど、それねローマ数字っていうんですか、5だったら V とかっていう表記をしてたんですけど、ちょっと分かりづらいっていうね、あのご意見いただきましたので、もう今日からね普通の 1,2,3,4,5 普通の数字にしたいと思います、ね、分かりやすく、よりもうちょっと分かりやすくしたいと思いますので。でね、これなんで 1,2,3,4,5 ってしてたのかっていうと、一般的にね音楽業界でも使われてる表記の仕方ではあるんですけど、あのウクレレとかギターってねチューニングを変えないんですよ。だから C のコード、 C のキーでね、 C のコードって言ったらこうジャンジャンジャンってね、ウクレレでもこう弾いていくんですけど、この三振とか三レレっていうのは曲ごとに C のキーの曲だったら C にチューニング合わせて、 D のキーだったら D に合わせてっていうことをしないといけないんです。だからカラオケで皆さんが自分の歌いやすいキーにね、原曲から歌いやすいキーに上げたりするじゃないですか。そしたらその都度上げないといけないんですよ。で、下げたい人はもう下げないといけない。ってなると C のコードをね、じゃーんって、今キーが C に合わせてるのでこれ C のコードなんですけど、 C をじゃーんって弾くじゃないですか。で、ちょっとあの女性の方でね、このキーは低いから歌えないってなってキーを上げるとするじゃないですか。そしたらC のこれ、この形 C っていう風に覚えちゃうと、でもキーを上げた時にはねこれ D になっちゃうんです。 D のキーになったらこれが D ね、 C のキーに下げたらこれが C で、 E のキーにしたらこれが E になっちゃうんです。だから分かりづらいので 1,2,3,4,5 そういう風に表記してますので、ちょっとやってみてください。で、今日もですね、この日曜日よりの使者今練習しますけど、練習してなんかいい感じにうまく弾けるようになったら、一回ねちょっと私このキーでは低すぎるなっていうのであれば、この動画のね音声だけ消してこの映像を見ながら一緒に弾いていったら弾けますので、やってみてくださいね、自分のキーに合わせて。はい、じゃあやってみたいと思います。まずね1のコード、ウージルが開放弦、ナカジルが開放弦、どこも触らないですね。で、ミージルが3フレット1のコード、そして4のコード、これはウージルが中指で3フレットで、ナカジルが薬指で3フレットで、ミージルが人差し指で1フレットです。4のコード、そして次が5、同じ形をずらすだけですね。ウージルが中指で5フレット、そして中ジルが、薬指で5フレットで、ミージルが人差し指で2フレットです。これが5のコード、この3つだけでできます。今日はねちょっとリズムを入れて、弾いてみたいと思います。まあちょっと難しいよってあれば本当にこれでいいので
これでいいです。で、このリズムを入れた弾き方はまた別の動画でね、このリズムを入れた弾き方だけの動画また作りますので、そちらを今度見てみてください。やってみたいと思います。まず1のコード、シャララララ、シャララララ。次4、シャララララ。次5、シャララララ。また1、シャララララ、シャララララ。4、シャララ。5、シャララララ。1、ラ。こんな感じです。でね、この繰り返しです。もうほとんどこの繰り返しなので、もうさらっといっちゃいたいと思います。で、途中、コードのね、進行の仕方がちょっとだけ変わるところもあるんですけど、まあ、ほぼほぼ一緒なので、もう一緒にやりながらね、いきましょう。で、オープニングね、このまま、こういう感じで始まるんですよ。で、これはね、まあ本当にジャカジャカジャカって弾くだけなんですけど、自分はね、まあ人差し指とか中指とかでやるんですけど、人差し指をもう本当に柔らかくして、ダウンアップ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 、もう本当に柔らかくしてくださいね。こういう感じです。ダウンアップダウンアップ、これをもう早くするだけ。これはもう慣れが必要なので、まあ最初はもうこのちゃんとやろうと思わなくても大丈夫です。もうこんな感じでもいいので、まあ慣れてきたらきっとね、こう指がこう柔らかくなってくると思うので、まあもうずっとこうやってやっててください。慣れますので。それでは早速やってみたいと思います。最初ジャカジャカジャカっていきますよ。このままどこか遠く連れてってくれないか、君こそは日曜日よりの新車。ワン、ツー、スリー、シャラララ、シャラ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 ラ、シャララララ。このままどこか遠く連れてってくれないか、君こそは日曜日よりの使者。例えば世界中が土砂降りの雨だろうと、ゲラゲラ笑える日曜日よりの使者。シャララ、シャラララ、シャラララ、シャララララ、シャララララ。これでもいいですよ。シャララララ、シャララララ、シャララ、シャララララ。昨日の夜に飲んだグラスに飛び込んで、浮き輪を浮かべた日曜日よりの使者。適当な嘘をついてその場を切り抜けて、誰一人傷つけない日曜日よりの使者。流れ星がたどり着いたのは、悲しみが沈む西の空。シャララ、シャラララ、シャラララ、
シャラララシャラララララシャラララシャラララララシャララシャララ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 ラ。こんな風にですね、この300動画ではですね、皆さんと一緒にいろんな曲をちょっとチャレンジしていきたいなと思ってます。で、リクエスト曲もね、募集してます。あの曲やりたいなっていうのがあればぜひコメントの方ください。で、まず簡単な曲からね、チョイスしてやっていきたいと思います。それでは今日もみんなで300ライフ楽しんでいきましょう。ではまた。風